おいす、こんにちは、アメリです。はい、ということで、ウルトラマンイベント最終日なので、最終評価やっていこうかなと思います。あくまで僕の個人的なものにはなりますので、まあ、事前評価と比べてこの辺の評価が変わったよとかはね、あると思いますのでね、その辺を比較していただければなというところですね。まあ、ウルトラマンイベントはね、一番何が良かったかって、コロシアムの報酬が良かったかなって僕は個人的に思いますね。キラー落ちて、タマドラあんだけ落ちて、で、プラスも上手くて、っていうところ、まあ、スーパーノエルも落ちるし、あとはあの闇のやつ、レインボーメタルドラゴン、あれも落ちるのですごい良かったなって思うんですよね。キラーが落ちるコロシアも俺好きなんよなっていうのがあって、以上ですね。はい、そんな感じです。ということで、じゃあ行きましょう。ラインナップ順ですね。今来てるガチャのラインナップ順と、前半後半でちょっと変わってるラインナップが下の方があったので、まあ、全部で42体ですね。こちらの評価となっております。では参りましょうか。まずは新ウルトラマンということで、新ウルトラマンはコロシアムの方ではちょっとだけ活躍されましたけど、まあ、特にじゃあ今後何か出番があるかって言われるとかなり薄い方なのではないかなと思います。特段めちゃくちゃ強いところっていうのがほとんどないかなほとんどないかなって思うんですよね。まあこの4ターン出てる3ターン遅延がスキブいっぱい稼げるねぐらいなものかなって思ってて、まあ特にかなって思ってます。一旦ちょっと A で、はい、行きましょう。続いて、君はメビウスですかね、その見た目だと。待ってよ、メビウスは武器になってるかな。なんかメビウス、武器になってゲじゃない？はい。あ、一応本体どっかにいるみたいです。メビウスも、だいぶ火力が上がって使いやすさは上がった、強くはなったねって感じだけども、まあ最前線で戦うってなるとちょっと難しいところが、あのね、ロック解除がないものこれね、精霊アンダリリスの時も思ったけど、ロック解除あるかないかでね、最高難易度いこうと思ったら結構変わる、運ゲーになっちゃうところがあったりとかね。しかもこのつなげないと軽減貼れないじゃないですか。生成できなかったら終わるんですよね。ロックに阻まれた瞬間終わるんですよね。これがマジ痛くて、っていうところで、マジでロック解除お願いします。まあ黒飛び見たらわかるよ、ロック解除がいかに便利かっていうところですよね。はい、っていう感じですね。まあ武器が強いんでね、メビウスさん、まあ武器はめちゃくちゃ強いです。 A プラス、あの武器評価込みで A プラスって感じですね。ちょっと LINE ログアウトするわ。あのパソコンの方の LINE の通知が来ててめちゃくちゃ目につくんで。はい、じゃあいきます。次、ウルトラマンブレイザー確定購入枠ですかね、というところで、はい、潜在が8枠になったって感じですね。ブレイザーは変身で、まあ、全パラメーターどうのこうのって感じなので、割合には弱いんだけども、まあ、割合が来ないようなダンジョンでは強かったりはするかなっていうところ。まあ、もちろん相方とかに割合に強いキャラクターを置きゃいいって話でもあるんだけど、彦星ループとか、その辺を使ってあげると、まあ、楽に攻略できるダンジョンはあるかなって思います。チャレ15とかワンチャンいけんじゃないかな。実際にやってはないけど。表の方のまんじゅとか、ね、川柳とか、あの辺は彦星ループとかで結構いけるんじゃないかな。まあ、ああいうのが面白いよっていう感じにはなりますので、そういうの興味ある方はね、持っておいてもいいかもしれないですねっていうところかな。はい、まあ必須ってほどじゃないけど、なんか面白いパーティーは組めるかもねっていうね。で、武器はスキブ毒カンプの4ターンチェーンです。まあ無駄に強い、無駄に強いねって感じだけど、まあなくてもなんとかなりそうかなっていうところで、まあ一旦 A プラス、まあそうだな、メビウスちょっと上に置こうかなぐらいなもんですかね。はい、まあ買える余裕のある方は買ってもいいけどっていうぐらい、まあどうしても買えってほどではないかなっていう。はい、で次行きましょうか。次が君は水火なので、これがウルトラマンの、ちょっとウルトラマンあんま詳しくないんでね、銀河ですね。銀河は武器かな。銀河本体はウルトラの相方で75% 軽減で回復倍率も漏れるよっていう感じで、4コンボ加算あるので結構強かったかなっていうところではありますねっていう感じ。生成もあって、この辺もまた言ったらね、彦星とかあの辺と同じような1枚として、生成してくれるような感じの枠にはなります。無効貫通と3色を生かしていくところには強めのスキルにはなるかもしれないけども、回復とか作れたり自動回復とかするわけでもないので、まあその辺はちょっと微妙なのかなという感じ。冬をもって LG プラでは、まあ足と向こう解除できたり火力も強かったりはするかなっていう感じですが、こいつはまあ武器本体かな。3色に泥鏡3色プラスであって、で、チーム HP と指プラありますよって感じですね。スキル効果もまあダブル吸収無効とか最大 HP 漏れたりで強いかなっていうところなので、今後の攻略方面で3色で火力を出したいところで、泥鏡もついでに漏れるというところでね、結構便利に入ってくれるんじゃないかなと思いますね。これは武器として持っておきたいかなって思います。はい、次、初期のウルトラマンです。ウルトラマンは
まあ、なんかあった時には活躍しそうだなとは思ってます。スキブロックの4ターンスキルで3ターンチェーンできますということで、新ウルトラマンと同じでめっちゃスキブ稼げるんですよ初手で。でその後はジンプラス属性吸収無効でちゃんと仕事持ってるよと。で L 字もあるのでアシスト無効の潜在も振って解除できたりで、まあスキブ稼ぎたい、変身なんか重たいキャラクターで火控えで強いのとか来たら、相性のいいキャラクター来たらワンチャン編成には入れるかなと。で、ウルトラマンのこっちに関しても2ターンで打てる一列生成は、これはまあ周回方面で便利だったりするかなっていうところですね。簡単めのダンジョン、まあその裏シャとか裏マローとかね、ああいうところ過去のダンジョンとかを周回マルチとかでするのにも便利なキャラクターにはなってくれるかなと。武器はまあ雲漏れてドロキョン漏れてスキブ HP でまあそこそこたまに使いたくなるかなぐらいなもんですね。まあでもね A かなって思いますね。別にそんなに必須感はないですね。はい。で、続いてこいつも確定購入ですかね、ウルトラマンオーブ。まあこれはもうぶっちぎってこれに1位は変わらないかなって思いますね。十字消し3体並べたいねと。十字消し3体でループして無効貫通しながらもうまあ、簡単じゃないダンジョンもなんならいけるもんね。だって表のこれあれでしょ、戦場いけるんでしょ。これで僕組んでないからわかんないですけど、なんかちらっと風の噂で聞きましたけど、それで生きるらしくてですね、もう化け物性能ですね十字消しのみで火力めちゃくちゃ出るので、しかも超重力でも冬を持ちでめっちゃ出るので、これはやっぱ強い、これもう間違いなく強い。しかもこの辺もね強かったな、奥長で使ったけど回復倍率めちゃくちゃ高かったわ。はい、もう4倍はでかいわ。で激減とか持ってるし、でコンボ加算で固定ダメージで、今後の多色編成のリーダーとかフレンドとかその辺の枠にも入ってこれるかな。これも2ターンで打てるさ、生成だからめちゃくちゃいいよね。ルーレットも返せるし。で、武器もほんでチーム HP3 つの十字でしょ？光付与とかもできたりで、3ターンヘイスとかの76とか HP2 倍とか、めっちゃ強いですね。どれ取っても強いですね。どれ取ってもやっぱ強いな。ガイアじゃない、オーブはやばいですね。これを買える方は買ってほしいかなって思いますけど、複数体手に入れると、ちょっと面白めの編成組みやすくなるかなって思います。はい。で、ウルトラマンジャック、ここですね、評価が上がったようなキャラクターっていうところで、まあ、裏下やるんだったら、まあ、必須クラスって感じですよね。こっちの性能に関しては、無効貫通生かして、ダメージ吸収対策とかするのには便利かなと思いますので、サフィーラ系では、もしかしたら活躍するかもしれないかなと思いますね。スキブも多いし、まあ、冬で火力も出せるしでいいと思います。まあ、こっちのジャックの方が多分皆さんからすると、強いなって思ってるところがあるんじゃないかなと思ってまして、2ターンじゃない、3ターンで打てる操作時間エンハンスと、あとは、列先生って感じですね。これとキリン合わせて火力出していくよみたいな感じの編成で、まあ幼遊ワンパンだったりとか、まああの辺でも活躍してますねというところ、リーダーでも活躍できるような感じになっておりますので、裏シュラとかでランク上げとか興味ある方はぜひね、交換可能なので取りましょう。武器はお邪魔完封、雲完封です。ダメージもこうあります。まあ別に特段強いかな、強いとは思ってないですね。はい。まあどうかな、まあS に入れるほどかどうかはちょっと微妙なクラスかなって思いますね。裏しらやるんなら取りたいよねと、別にこの編成が全てじゃないので、裏しら別の編成でも多少ね、本当に最速出るよみたいなタイム早いよみたいな感じなんでね、まあ別に他の編成でも組めるとは思いますんでね、何か自分に合った編成を組むのもありだと思いますね。で次、ウルトラマンベリアルですね。ベリアルスキブ多い以外にあんまり印象がないんですけどね、3ターンチェーンできますよと。まあ使わんかな、使うんならやっぱこの携帯なんかなと思いますけどね。スキブロックダメージ半減覚醒無効解除って感じ、耐性漏れるのはいいですね。スキブロックに毒と組む完封してますよと。スキルは別に汎用性高いのでいいと思いますけど、結局アマテラスドラゴンとかいう超強力なキャラクターが出てるので、まあ編成によりけりかな。闇属性のとか悪魔タイプのみたいな感じになってくるとこっちが入りやすくなる。ただ最近不要の武器とかも増えてますから、まあその辺タイプも属性も不要できるんで、アマテラスドラゴンでどうにでもなるよねというところになるんじゃないかなと思いますね。まあ別に持っておかなくてもいい気がします。で、こちらも暗闇は完封できませんでしたが、まあ一応2個あったら完封できますよと。スキブチーム HP2 個漏れるのは強いけど、今の環境だとまあ使うほどではないのかなという感じで、まあええかなって思いますね。って感じです。はい。個人的には別になくても困らないんじゃないかなとは思ってます。続いて、ティガーですかね。ウルトラマンティガーに関しましては、こっちがまあたまに火のコンボパで使うかなみたいな、
冬持ちで7強こんだけあって無効貫通するので結構火力としては高いし、エンハンスプラスロック解除生成、はい、ロック解除生成これ強いですね。これ強いんでね、たまにヒットのパーティーでなんか2ターンに1回打つよみたいな感じでね使うケースあるかなと思いますね。出番は全然今後ある可能性はあると思います。はい、その他の携帯は特にこれはあんまりかなと思う。対戦2個も入れるのはいいけど、でこの携帯もまあ無効貫通できるけど、まあ別に無効貫通いっぱいいるしなと。で武器はまあいいね、チーム HP 3つで光で突きを3つで一旦ダメージ無効化、武器は使い道あるかな、武器かまあ本体かみたいな感じですね。これも一応交換可能な枠にはなってくるっていうところですよね。まあどうかな、もうこの辺をうろうろって感じだよね。俺多分交換所解説の時はウルトラマンの方を優先したんだったかなって感じなんですけど、まあ最終評価こっち上でもいいかな、まあ、この辺ですよという感じですね。まあたまに出番があるかなというところで、はい、ここにしておこうと思います。で、次ですね、次がウルトラマンジードですね。はい、変身すると4色で火力出しますよ。 T 字消しも持っており、まあ今後の環境で必要になる可能性はあるかなと。スキルはやっぱ強いね、21ターンで打てる。スキルチャージ生かすんで、まあ実質、これが7ターンかな。一旦自強化5倍受けるダメージ激減とダブル吸収無効ですね。まあこれは強いですね。普通に多色編成で入り得る可能性はあるかなと。リーダースキルもね、軽減率高くてというところで30倍も出ますし、細かさもするので、まあリーダー運用もなきにしもあらずって感じで、で新しくもらった方もこれ実質5ターンで打てる2ターン継続無効貫通とエンハンスっていうのもあるので、まあ多色編成で使う可能性もあるしね。武器はまあ別になくてもいいかな、泥鏡を持ってるけどっていうところですね。はい、まあ使うかもしんないっていうところ。まあこれ全体的に使うかもしれない使うかもしれない止まりかなって思いますね。まあ A かな、A プラスまで持っていくかはちょっと考えときますわ。一旦そこでステイで、太郎は条件が取っ払われたのでいつでも軽減ループ可能になりました。スキブも6個あって2ターンチンあるので、まあ実質スキブ8までいけるかなと。十字消しクライム対策もできており、まあ火力はあんまり期待しない方がいいですね。で、究極進化に関しましては耐性2個埋めながら4ターンで打てる無効貫通です。3ターン HP30% 回復っていうのも一応ありますよと。スキブも6個で耐性2個埋めれて無効貫通なので、まあ仕事としてはなんか出番があるかもしれないかなという感じですかね。武器は自動回復武器になっておりますので、シュバドラとかの周回編成でももしかしたら出番があるかもしれない、自動回復で回復していくのに。まあ武器が強いかな太郎はって感じですかね。ウルトラマンよりはいいと、まあまあでもこの辺に入ってきてもいいかもしれないね。太郎はたまに結構攻略方面で軽減ループとして入ってるケースも見かけたりするし、まあ無効貫通でもしかしたらね出番があるかもしれない。まあ HP1 にするっていうのがちょっと微妙かもしれない。まあ編成で回復力だいぶ高かったら大丈夫だけど、対戦2個目のスキブ6の無効貫通枠っていうのはまあ一応仕事としてありそうな気がするんでね。武器は強いです。はい、武器はいいと思います。そんな感じですね。で、ウルトラマンダイナですね。ダイナはですね、この携帯で使うことはまああんまないかな。サンターンヘイストは偉いけど、消せない解除はまああんまりかなと思いますね。その他で言うと、この携帯はまあ弱いのと、これは属性変化できますねというところですが、そんな目立ったところはない。この携帯は目立ったところはない。もうダイナは武器だな。もう武器がほぼほぼこいつを占めてるかな。三ターンチェーンのお邪魔武器ですね。指も漏れますよって感じですが、まあそんなにかなと思いますね。持っておかなくても基本的には大丈夫だとは思っております。で、デッカーは今後とも役割があると思います。何かしらの形で。これはね、持っとった方がいい。まずこの携帯は火と水なので、セーナ系の編成が来た時には強く出れるかな。ダブル吸収もこもってるしっていうところで、陣もあるし。で、潜在もなんだったら8億になったし。はい。まあ、そんな感じなのと、デッカーはいろいろ携帯があって、まあ、この携帯はあんまり気にしなくていいかな。この携帯は多分、一番使わない。転生進化はもう今回のランダーで役立ちましたね。運営も狙ってる。絶対狙ってる、今回のランダー。もうわざとでしか思えん。で、まあ、今後のランダムでももしかしたら使うかもしれない。火と光のね、コンボが
加点がどうのこうのみたいな感じに来た時には、デッカーの出番が来るかなと思いますね。まあ周回方面でももしかしたら出番あるかもっていうところで、あとは、これもなかなかいいよね。無交換通枠で火のコンボパワーが来た時には強いかもしれないですね。火が6個以上あるとっていうのも条件としてないようなもんなので、スキルも最高6にできますし、まあ10強も4つあって火力としてもまあ無交換通もつけるので申し分なく出れるかなっていうところで、無交換通枠としての採用ありえそうで、 40% グラビティなのでこれも処理が少なくていいよねというところで、デッカーはねやっぱ強いね。武器もチーム HP3 つ持ちだったりするので、うん、いろいろ役割があるねっていうところで、こいつはね俺は S に入れたいと思うって感じですね。はい、そんな感じでございます。で次、レオですね。ウルトラマンレオは、まあ、やっぱり周回方面ですよね。どこかなんかいいやつ、これ使ってるやつでいいか。ウルトラマンレオはもう皆さんご存知っていう感じですね。もうレオって聞くだけでジンマシンが出るよって方もいらっしゃるかもしれないですけども、2ターンで打てるロック解除とエンハンスですね。超つなげと列強が3つつきましたよっていう感じなので、まあ昔はシバドラとね、これで表の100竜周回がどうのこうの言うて、ただみんな持ってない持ってない言うて結局使われなくなって、ジョナサン神結びで落ち着くみたいな。ただやっぱり今後の周回編成、コロシアムとかの周回編成でもシレットワンパーツでサブに入ってくる可能性はやっぱあるのかなと思ってますので、まあ引けたら引けたで強いと思います。まあなかったらなかったでなんか代用等は効くと思いますけどね。この形態はあんまり気にしなくていいかな。3ターンで打てるエンハンスと両盾火にしますけど、まあ基本的に使うのはこの究極進化かなとは思いますね。武器もお邪魔完封列強4つあるけどっていう感じですね。まあ使った試しはなくて、うん、まあ、究極進化にほぼ9割ぐらいのレオは性能持っていかれてるかなっていうところ、まあやっぱ使い道としてはありそうなので A プラスかなと思いますね。一旦そこに無難に入っとこう。で次レグロスですね。レグロスもやっぱね、もっと蹴れるならもっと来たいみたいな、ただ深追いするほどではないかなみたいな。シバドラ持ってたら、まあ最悪レグロスじゃなくてもレグロスの方が快適に回れるよっていう編成はやっぱ今後出るんじゃないかなと思いますね。落ち込んなしにできる相方なので、まあフレンド枠で採用するとかリーダーでこいつでというのはあるかもしれないですね。サブにかませるケースもあるとは思いますけど、列強9個持ってるからね、1人でえぐいっすよね。うん、っていう感じの性能ですね。はい、まあ今後とも周回コロシアム系の方面で出番があるでしょう。進化前に関してはそんなに気にしなくていいかな。3ターンチェーンと諸々汎用性の高いエンハンススキル持ってますが、武器に関しては非服属性不要、スキブ、列強3つの指プラで3ターンヘイストの上段2列非生成、まあこれも使う可能性あるね。やっぱこれもね、持っておけるんなら持っておきたいかなって思いますね。やっぱこの辺かな。レグロスは必須というよりは持っておくと便利かなっていうキャラクターだと思ってます。はい、次行きましょう。ウルトラマン、これがゼロですかね。ゼロは転生進化しちゃってるので、ちょっと一旦これでいくか。こちらに関しては L 字でアシスト無効を返したりするのには便利かなと。スキブも6個ありますし、2ターンヘイストで、まあ実質スキブ8とかにできますよと。で、ジンも打てて覚醒無効解除もできるので、まあこれもまた聖な系かな。火水系なので、その辺が強く出れれば、サブに1枚入ってくるっていう可能性もまあゼロではないと。あ、ゼロだけ。はい。で、これに関しては使うことは多分ないです。はい、無視します。で、転生進化の評価がやっぱり高いっすよね。L 字こんだけあるので、アシスト無効1個 L 字組もうもんなら多分全解除ですね。で、冬を持ってて L 字でまあ火力も出すこともできるっちゃできるし、4ターンで打てるスキル、L 字に水を生成して、ダブル吸収無効ですね。スキル、1人でやってることの仕事量が多いっすね。アシスト無効は返せるし、指は伸ばせるし、火力もなんだったら出せるし、で、花火対策で L 字もなんだったら作れるし、水の5個以上つなげてとかのリーダースキルだったらこれで半減貼れるからね。とかね、半減って決めつけたけど。はい。とかダブル吸収無効もできるし、偉い。シンプルにこいつは偉いっす。一人でできてる仕事量、めっちゃ仕事できるやつですね。はい。アシスト進化に関しては4ターンヘイストですね。まあ、目覚めもあるので、ランダン方面で目覚め狙いつつ、五条悟とかあれループしていくとか、そういうのには使うかもしれないかな、みたいな感じですね。まあでもね、S に入れていいと思うんだよね。はい、っていうところです。続いて、ウルトラマン ZH、はい、です。まあ、ちょっとこれも、使ってないからね。ウラマロー時代から使ってないんですよね、こいつは。ウラマローやった時に、ちょっと周回でマルチで頑張ったみたいな感じですね。
2ターンで打てる Z 字型、まあ超つなげできますよっていう感じですね。ターン条件、フロア条件って言ったらいいのかな、何フロア以降じゃないとみたいな、そういう条件が取っ払われたので使いやすさはね上がってますけどっていうところ。最近まあいろんな周回リーダー出てきてるので、超つなげとかでね、まあわざわざ Z じゃなくてもいいかなっていう時代にはなってきてる。で、究極進化に関しては超つなげ2個で、あとはまあ操作時間とかもろもろエンハンスしてくれますよと。雲と操作を補えてるのはいいね。まあもし今後水の超つなぎが来るんだったら、汎用性高めのところのサブに1枚入ってくるかどうかって感じかな。で、武器もう1個は、もう1個つか武器は水副属性付与無効貫通烈強4つの指プラですね。まあまあまあかなみたいな。はい。まあ A ぐらいでいいんじゃないかなと思います。まあ周回やられる方にとっては、あんまりそういう超つなぎとかのキャラ持ってないよって方にとっては結構便利なんじゃないかなとは思いますので、そうだな、まあ一応ちょっとその辺かな。まあ強いっちゃ強いよねっていう感じ。まあ最近ちょっといろんなキャラが出すぎて埋もれてってる感はあるけど。はい。で、続いてコスモス。コスモスは俺なんか武器にしたかもしれん武器になっちゃったかも。コスモス1体しかいけないんかったんすよ。マジでもう本当に悔しくて、ガチャ動画見てくださった方わかるかもしれない、俺コスモス出なくてあの後結構追ってようやく1体手に入れて、さすがに2体目は深追いすぎてね。いや、コスモス動画で使ったんですが、やっぱね強い。火力めっちゃ出るわ、こいつ。普通に強かった。冬に10強2つ目無効貫通プラス。まあ、無効貫通武器とかはもちろんつけたけど、その辺はね、強いな。スキブ6にこれ2ターンヘイストとかもできるから、スキブ最高8にもできるし、で、この遅延がやっぱ便利よ。覚醒無効解除とかもろもろ。コスモスはやっぱり強いと思う。で、武器がね、あとは強い。まあ、究極進化ちょっと触れようか。究極進化は、まあ、76にするよーって感じです。無効貫通するよというところで、まあ、火、水の 2way なんかいい相性のキャラクターリーダーとか出たら使うかもしんないけど、基本今はちょっと倉庫版かなと。武器はね、めっちゃいいよ。これ、チーム HP3 つに封印2個よ。今までチーム HP2 個に封印2個とかはいたんだけど、3つに2個よ。これ唯一無二だと思ってます。封印1個だったら、ブラキリオスとかいるんですけど、封印2個はね、こいつしかいないはず。いたらごめんね。2ターン 80% カットして、しかも HP50% 回復。で、操作時間3倍っていうところでね、耐久率めっちゃ上げてくれますってね。初手の耐久とかもなんだったら使えるっていうところで、封印耐性最近なんか持ってないリーダーがうようよしてるんで、いや、コスモスはね、武器評価込みで俺はこいつをね、S に入れてあげたい。やっぱこの辺に入ってほしい。はい。コスモスめっちゃいいな。これね、引けた方はマジでおめでとうって感じだと思う。武器としても今後使ってくるし、なんだったら本体攻略方面で全然使える可能性あるので、いいと思いますね。はい。僕は好きです、あいつ。で、次、X ですかね。ウルトラマン X。ちょっと動画出す時がなくて、出せてなくて。X、何色よ、君。水光か。水光、こやつだ。X は変身の仕方があんまり好きじゃないけど、3ターン自強化5倍と76にしますよと。変身すると、この毎ターン打てる生成ですね。まあ、今後の多色編成で使う可能性はあるかな。ロック解除と合わせてっていう感じの使い方になるかもしれないけども、まあ、毎ターン作れるのはやっぱり強いかなって思いますね。ロック解除さえどうにかなれば、こいつは強く出れるかなと思います。で、X は武器は強いっすね。5色に泥強2色プラス、チーム HP の2ターンヘイスト。これは武器がめちゃんこ強いですね。A プラスに入れていいっすか。個人的にはここら辺に入ってきていいと思ってて。まあ武器か。裏しらやる方からしたらこっちの方がいいんかな。こっちの方が強く出れるんかなって思います。攻略面から見るとね、この武器マジで引けたら強いと思うんすよね。まあ、この今、毎ターン生成はそんなにかなって思いますけど、必須感はあんまりないけど、どうしようかな。ちょっと一個、こうしようかな。一応こうしようかな。裏シュラの方がやっぱりやる方多そうだし、ちょっとそうしとこうかなって思いますね。はい。っていうところで、次、ウルトラマン7ですね。ウルトラマン7は、7。はい。7は、購入だった気がしますが、購入するほどの価値はないですね。はい。すいません、あんまりマイナスなことは言いたくないけど、7強プラスと無効貫通で、まあ、冬も持ちますけど、3体の打てるエンハンスと生成しますけど、役割薄いですね。究極進化に関しては無効貫通やってくれますよっていう感じですね。毒と操作化は漏れますね。
スキブロックにもできますねという感じです。生成と無効貫通、まあでも無効貫通枠で君を採用するってよほどですね、耐性埋めたいスキブ埋めたいがうまいこと重なればかな。転生進化はもう目を当てるところがないです一番転生が弱いまであるけど、武器はね、一昔前だったらちょっと強いって感じ。まあ今でも、まあでもな、2ターンチェーンできる致命式にこの毒3つなんですよね。まあ別に弱くはないんだけど、別にわざわざ採用するほどじゃない。そんな持っておきたいほどの性能はしてないかなって思いますね。B にしてもいいぐらいな感じですが、まあこの辺なのでは。本当にこいつは全然強みがないかなと思って。でウルトラマンエースも言うてなんですけど、4ターンでてる一旦ダメージ無効化の覚醒無効解除エンハンスって感じですが、まあ、特になくてもかなと。で両ターン生成しますよっていう感じの究極進化ですね。耐性2個埋めてますけど、まあ基本的に役割はないと。武器も暗闇完封とバインドだけど、まあなんか持ってなくて良さそう。はい、で次行きましょう。でウルトラマンガイア V2 ですね。これは周回方面で出番あるかもしれないですね。熱狂も6個になって血をつなげ2個持ってスキブ6個で追撃を持ってるので、結構リーダー運用とかありかなと思いますね。超根性とかで遅延が入ったらまたこれも便利に活躍するケースあるかなと思うし、後半ロック解除に使える可能性もあるしね。たまに周回方面でガイア使われてることはありますからね。究極進化に関しては耐性2個埋めてますよ。ドロップリフレッシュと属性吸収無効化しますよって感じです。スキルも6個だけど、まあ基本的にそんなに出番はないとは思いますが、もう1個はバインド、チーム HP にこのチーム回復、バインド回復がまあ強ければって感じだけど、まあ基本的にこの進化前がいいんじゃないかなと思います。まあ A ランクでいいかなとは思ってますね。この辺に入れとこうかな。たまに出番あると思ってますんで。はい。トリガーダークですね。トリガーダークも、ちょっと一昔前感があるかな。6ターンスキルで一旦ヘイストスキル進化、最上段変化とダブル吸収無効って感じ。まあ、ブラックバード全盛期って感じのキャラクターですね。はい。10強4つあるけど。まあ、基本そんなにかなって思って。出ますね。闇のコンボパが来て出番があるかないかぐらい。でこっちは超つなげ性能ですね。これもね、まあ、無効貫通はできます、エンハンスできますよって感じですが、まあ、5ターンなんでね、ちょっと重たいかなという感じですね。5ターンで1ターンしか無効貫通しないのはどうでしょう。耐性埋めれたりとかエンハンスできるのはまあもちろん強いんだけども、そんなにかなと思いますね。武器に関しては、チーム HP とチーム回復が3つと、あと闇烈鏡3つ、ダメージ無効化しますよって感じですね。回復力盛りたければ使うかなーみたいな。まあ A ランクぐらいでしょうね。まあ、このあたりかな。このあたりかなーって感じですね。はい。次行きまーす。ちょっともう、どこ行ったんだろう。こいつどの携帯で俺は使ってるんだろう。ああ、なるほどね。そういう感じか。これ水が本体だわ。こいつで使ってるわ。ウルトラマントリガーは変身の方はドロリフ。これもまあたまに使うかどうかって感じだよね。ドロリフはもちろん強いっちゃ強いんで2ターンに1回打てるっていうところで、盤面対策としては使えるので、まあでも今の時代はそんなにかなっていうところですね。ちょっと前は使ってましたっていう。で、これはね、替えが効かなくなる可能性はあるかな。対戦2個埋めて、超つなげ2個。で、HP 満タンだったら4ターンで打てる2ターン継続の無効貫通。まあ、超つなげの周回方面でたまに便利な活躍は見せるかもしれない。トリガーダークじゃないわ。グリッタートリガーエタニティは、まあ、あんまりかな。あんまりかなって思いますけどね。まあ、オールマイト系が来れば。武器は、バインドチーム HP2 個の耐性核1個ずつあっての封印。まあ、これは無難に使えるところはあるかもしれないかなっていう。この究極進化がね、評価が結構高いんですよね。ちょっと買いが効かなくなるかなっていうところも見て、少し評価は高めにしとってもいいっすかね。この辺に入れとってもいいっすかね。まあ、使われないかもしんないけど、使うってなったらね、結構代用が効きづらくなるかなと思ってるので、なかなか個人的にはいいとは思います。はい。で、チッチ、いきます。チッチ、はい。まあ、テイリアリティのキャラクターなので、そんなに期待はできないんですが、スキブ6個無効貫通超つなげです。スキルは弱いです。終わり。
終わった。もうせめて武器持っとってほしいけどね、うん。基本的に役割はないと思います。で、新キャラですね。なんだったっけ？アースガロン。もうこの、この、使ってない。この期間中に一度も使ってないっすわ。まあ、コンボ強化だの、列強化なので火の火力は上げてくれますよと。で、4体の打てる火を落ちやすくする、エンハンスする、ヒドロップ強化するですけど、基本的にあんまり役割はないかなって思います。はい、こんな感じ。ですね。うん、まあ、持っておかなくても支障はなさそうな気がしますよ。で、次ですね。次が、ゴモラ。これはいいですね。超絶弾2個で火力出すし、11ターンで打てる落ち込んだし、ダメージ半減 HP50% 回復は周回方面で便利かなと思います。まあ、この辺よりは、個人的には役割持ってると思ってて、ゴモラはね、結構評価上げていいと思うんですよ。僕は、ちょっと待ってよ。こう替えが聞きづらくなるか、こうして、まあ、この辺かな。ゴモラはね、まあ、ジードよりはちょっと後ろでいいか。この辺かな。まあ、ゴモラ結構優秀だと思います。使うってなったら結構便利よ。うん。で、続いてメトロン星人ですね。メトロン星人は弱いかな。弱いな。5ターン出てる2ターン火消せなくするサブエンハンスも弱。ま、B かな。はい。で、次。これ絶対闇見た人いると思う。はい、闇見た人、挙手お願いします。これが出ねえっつって、めちゃめちゃ引いた人いるんじゃない？視聴者の中に。30% グラビティ花火ですね。これは持っておきたいね。周回楽にしたいよって方は絶対持っておきたいですね。火花火と。はい。武器こそないですが、これ俺エースでいいんじゃないかな。これマジ代用効かないって、こんな。うん。これ S に入れようかな。はい。レッドキングはね、持っておきたいっすね。まあ、もしかしたら全然使わないかもしんないけど、いや、でもそんなことないと思うけどね。まあ、2体、3体ぐらいは持っておきたいかなって思いますね。次、母。母は光ですね。母、いました。回復泥鏡です。覚醒無効とかももできますので、父よりは役割あると思います。父よりは、まだ優秀なポジションだと思います。こんだけ回復努力を持ってるスキルあるので、エースより使えるかもしれんけど。はい。まあ、そんな感じですね。うん。っていうところ。エレキングは強いっすね。回復花火からの三日月型に、光ドロップ生成。うん。ランダン方面であったり、周回方面であったりで出番はあるかなと思いますので、うん、これは A プラスに入れちゃおうかなって感じですかね。うん、これも強いですわ。で、続いて、キング・ジョー、もう育成すらしてないってことは、まあそういうことなんですけど、一旦110までは、かわいそうなんであげましょう。3色、スキブ6個あります。なんか冬持ってます。回復力半減、ダメージ激減です。まあ、父よりは使えるっすね。まあ、このあたりではないでしょうか。で、カネゴンは暖房持ってるんでね、まあそれなり優秀キャラかなって思いますね。まあ暖房持ってるキャラクター豊富な方とかは、あんまり使わないかなって思いますが、暖房3つ持ちキャラクターあんまりいないよーって方にとってはいいかも。蝶つなぎはもうなんだったら2個持ちもできたりするので、周回方面でたまにしれっと入ってくるケースはあるかなって思いますね。まあ A ランクに入れとこうかな。セブンよりは使えるし、あるんじゃない？はい。まあそんな感じですね。で、次、新キャラ。はい。まあせっかくなので育成はしておこうかなと思います。110ぐらいで止めます。で、7強いっぱいありますよ。冬持ちますよって感じですね。スキル4ターンで強化 100% 目覚めと無効貫通。まあ、無効貫通できるんでね。まだ仕事はある方ですよ、という感じですよね。はい。まあ、まあ、このあたりかなと。はい。で、次、バルタン星人は蝶つなぎですね。まあ、蝶つなぎでたまに便利な活躍は見せるかなというところ、周回方面で。最下段に水生成しますよっていうところですが、まあ、B ランクぐらいでいいんじゃないかなと思います。ここに入れようかな。まあ、このぐらいかなと思いますね。で、続いて、名前が、君は誰でしょう。こやつですね。キリエロイド。まあ、これも蝶つなぎだね。これも蝶つなぎでって感じですね。蝶つなぎで闇のキャラクターあんまりないよって方にとっては、またこれも火力枠で採用の余地があるんじゃないかなというところです。で、次が、ちょっとこれも育成しましょうか。ちょっとフル覚醒はしよう。はい。弱い。光闇エンハンス二色人。弱いな。弱いな。はい。
で、次ですね。次が、次。はい。ダダ。ダダはね、耐性埋め便利ね。封印耐性もいっぱい漏れて、耐性埋めも一人でこんだけ耐性できますね。お邪魔毒操作不可。スキブも6個持ちにできて、五加三とか落ち込んなしが周回方面でしれっと出番があったりするので、まあ、そうだな。意外と、まあ、このあたり、まあ、シンウルトラマンより出番あるんじゃないかな。この辺も、この辺、うん、意外とコンボ加算で使えたりするかもしれないというところで、一回コロシアムでも使ったこと試しがあるんですよねっていうところで、うん、まあ、意外といいキャラクターなのではないでしょうかという感じですね。はい。まあ、そんなところでございます。で、続いて、ザラブです。スキブは最高6個。で、スキルは9ターンで3ターン継続の属性吸収無効とジンですが、まあ、基本的に出番はないでしょう。って感じです。まあ、いっか、この辺も下げよう。まあ、この辺も使わないでしょう、どうせ。はい、まあ、そんな感じですね。で、続いて、ガボラですね。無効貫通と列強ですよと、2ターン属性吸収無効、回復以外が9個、木を生成してくれますよっていう感じですが、まあ、これも基本的には使うことはまずない。まずないです。はい。まずないですね。うん。はい。まあ、このあたりはこれで。で、続いて、これも育成しときましょうか。はい、はい、はい。で、無効貫通です。もうガボラの光属性バージョンみたいな覚醒ですね。光属性エンハンス、上段2列を光生成って感じですか。うん、まあもうこれは同じような感じでこの辺でいいんじゃないでしょうかとは思いますね。うん、はい。で、続いて、ゼットンです。ゼットンもまあ使わないです。ゼットンも、まあ、基本的には使う試しはまずないでしょうという感じですかね。はい、まあこんなもんですかね。以上になりましたけども、うん、まあ特に、まあ細かいところちょっと入れ替えはあるかもだけど、まあ大体こんなものかなと思いますね、僕の中だとっていうところ。まあカネゴンとかこの辺にあげてもいいんですけど、はい、まあそんな感じですね。どうですかね、皆さん的にこのキャラクター良かったよとか、このキャラクター持っておいた方がいいなっていうのがありましたらね、よければコメント欄で教えてください。はい、ということで42体ちょっと多かったので動画自体も長くなってるとは思いますけども、ウルトラマン最終日最終評価はこんな感じで終わらせていただこうかなと思います。はい、ということで少しでも参考になりましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。